何に？明日。リリーさん行くの？行かないでしょ。あ、パスタ何グラム食べたかな？500とかじゃない？これ、あ、違うわ。やばい、久しぶりに横になっちゃうわ。350は多分食べてる、それは。嘘。うん。ゼロワン細くて小さい子好きなのかと思ってたって。来月ってだってコロナが落ち着くのっていつになるの？もう無理だよ。何もできないじゃん。もう俺外出歩いてるだけでダメなんだもん。そうでしょ、だって。自粛した方がいいじゃん、特に8時以降は。でも俺出歩いてるじゃん、もうキリがないから。何のアンケート？アーヤンがおすすめか、おすすめじゃないか。緊急事態宣言でもなんかお店とか行くわけじゃないから。どっかなんか人混み行くわけじゃないから、そこら辺は配慮するよ。洗い物してくれるの、うん、ありがとう。気持ちはごめんね。お腹すいた？ケイちゃん今度作ってあげようか。どこ見てんの？お風呂はいい、いいでしょ。風呂はちょっとおかしな感じになるから、今日はいいんじゃない。ケツ見てんのって画面見てるよね、よしくん。こうやって見ながらケツ見れたらすごいよね。クンクンって反射するの？見てないよね。猫殿さんやめてくれる？チューチュー坊じゃないんだから、やめてよ。あ、アンケ、うん、それよ。あ、それあれじゃん、リスナーさんが送ってくれた高いやつ。476件。おお、 73% はいだって。あら、ありがとうございます。だったらナイスお願いしていいですか？ありがとうございます。それは横なんで、さっき見てないよね。いや、今寝たらどうしよう。でも30分で着くから、でも負けてられないからね。ナイスは無理とかいちいち言わないで、押さないでくれていいですよ。そういうの。視聴料、無料の視聴料ぐらい払ってくださいよ。もうナイス、ありがとうね、皆さん。うん、あのね、
みんなにありがとうってそのみんなに含まれてます。見てくれるだけでありがとう。ああダメだ、闇言うようになったらダメだ。ごめんね大輔さん、明日10時に出るわ。はい、今何時なの？2時半です。2時半か。こっからね、もうリスナーさんも寝るし、厳しい時間帯だからね、もうこんな時間やらない方がいいんだよ。もうふわっち人口少ないから。6回押すな、7回押してね、雄大さん。もうそのね、ギャグは飽き飽きしてるから。ナイス、2回押しました、4回押しましたとか、うちの枠でそれやめてくださいね、本当に。うん、あ、黒ゴリラ行くからさ、明日頼むよ。俺が行くからにはちゃんとしといてな。わかった？池ゴリラさん、やれるの？やれないなら行かないよ。ここはちょっとビシッと言っとかないと。本当に行ったら行ったで、なんか配信外で怖い思いさせるとか、もう本当そんなんだったら行かないよ。割り切ってくれないと。いや、お前くんなって行くから。いい、黒ゴリラっつってピキンじゃねえよ。来るなって言われても行きます。なんでかっつったら、俺目当ての女がいるから。女を寂しがらせるわけにはいかないんだよ。わかるよね。池ゴリラじゃ相手できないでしょ。女の扱い知らないんだから。違うの？違う。必要、そういうこと言わないでくださいよ、池ちゃん。あの、仲良くしませんね。いいですか、言っても。久しぶりに会いたいんで、行儀よくするんで。いいですか。仲良くしたいだけなんですよ。ねえ、池ちゃん。いや、ダメっつうか、みやびくんに許可してるんじゃないの？ああ、主役取られるから、俺が言ったら。情けない男だな、ほんとに。確かに俺が目立っちゃって、目立てなくなっちゃうからでしょう。俺は札幌ガレージを盛り上げに行くんだよ。ねえ、違うの？俺が小指ないからってビビると思った？配信中に何が？じゃ仲良くしようって言ってるんですよ。できないんですか？行くのに。仲良くしてくださいって言ってるんですよ。やだよって。ほんとなんかちっちゃいな。嫌いでも会ったら普通に割り切って仲良くすんだよ。あのさ、なんかキャスバーに集まりがありました、あの人嫌いだから行かないとかじゃなくて、割り切ってやればいいじゃん。仲良くしようよ。なんか元とか知らないけど、そういうプライドを持って配信やってるからダメなんだよ。配信は配信、その肩書きもクソもないの。違う？もう配信で飯食ってるんだから。なんか YouTuber アピールしてるけど、よくわかんないけどね、うん、なん
かアイラの胡蝶蘭流したりしてるけど、ちゃんとできるの？考え方、何が無理なの？あの配信って年齢もクソも関係ないから、配信歴俺の方が上だよ、俺の方が先輩になるんだよ、わきまえてる立場を。ふわっち何年やってるの？俺3年やってるんでしょ、まだ2年そこらでしょ、わかる？気持ち悪いじゃねえんだよ、やる明日覚えとけよとか言って怖くなってきた。みんなはいいけど怖いからね、イケちゃんって。本当に、うん、で、みやびくんは裏切るから俺の命が危ないかもしれない。オワコンのやつっつうか、イケちゃんはイベント強いでしょ。喧嘩はだから札幌イケちゃんさちゃんと行くんでね、もう今更来るなっちゃって、もうみやびくんチケット取っちゃってるよ、どうすんの。もう本当に無理なら考えるけど、今みやびくんに電話しないと、それかイケちゃんが電話しないよ、もうみやびくんチケット取っちゃってると思うよ。だってみやびくんが確認取ったらそれはそれで面白いって言ってたって言ってたよね、さっき電話したけど、ゼロワン来るんだったらそれ面白いって言ってたって言ってたよ。話変わってこない？だってみやびくんは話通してるって言ってたよ、さっき電話で。みんな言ってたよね、みやびくん電話で。うん、今来たよ、いらっしゃい。あのね、みやびくんがいけちゃんに怒られるパターンはない。みやびくんはね、人選んでちゃんとやるから、うん、人選んで言ってましたよね。だからそこで話が食い違ってたらおかしな話変わってくるよ、おかしな話になるよ。俺だってみやびくんに誘われたんだから行こうよって、もともと俺も北海道行きたいって言ってたからね。そんなこと言ってないの、池ちゃん言ってないのか言ってるのかどっちなの。まあ、電話してきてもいいけど、イケちゃんカットってもうだいぶさっぱりしてるぞ。これ見てみよう、2ブロック、うん、だいぶもう、あと俺ここでビシーってやったらかっこいいと思うよ、これバックあのビシーってやったらどう？ちょっとヒゲ伸ばしたらさ、そういうイメチェンしようとしてるんだよ。で、デコ出して角刈りはしないけど、もう池ちゃんもやめな、いつまでもそういうなんかあの悪い感じ出すのもう怖いから、もうちょっとそれ以上いかつくなろうとしないでよ。優しい顔になろうよ。顔が怖すぎるでしょ、ねえ、ゴリラみたいじゃん。やめて、そんなの怖いでしょ。だから池ちゃん教えるわ、いかついとか怖いがかっこいいっていう時代はもう終わってるの。
どっちかっつったら優しそうな顔の方がモテるんだよ。優しいとか可愛いとか、うん、今そういう時代ですから。だから46歳だったら昔はやっぱいかついとかちょっと怖いのがね、若い頃はモテたと思うけど、今はもう本当に怖いからさ。そうじゃない、みんな。いやちょっともう関わっちゃいけないなと思っちゃうじゃん、普通に真面目に生きてる人は。それって損しない？うん。あと俺中面持ってるから単車配信やろうかな。うん、単車乗るわ。池ちゃんの単車乗らせてもらうわ。なんか CBX かなんか持ってたよね、池ちゃん。うん、失神になってるのはコメントしてる池ちゃんじゃないの？これものすごく論破だよ。俺がね、池ちゃんに電話したりコメントしてたら俺が必死だけど、あくまでもこれ俺の枠で、どうなの？どっちが必死なの？うん、読者の運転、いや大丈夫だよ。まああんまりね過激なことできないけど、もうこの時間増えないか。ナイス。220。もう無理だ。ちょっとゼロは。これ以上増えないわ。皆さんすいません、本当に。いや、はい、いいの、あーやん、大丈夫だから。お願いします。もうこれ、もう増えないんだよ。もう押してくれる人は押してるんだよ。押してくれてます。押してくれた方ありがとうございます。いけちゃん明日ね。いや本当やめてね、怖いのは。本当に。いや本当警察呼びよ、いけちゃん。なんか変なことしたら。ナイス、お願いします。ありがとうございます。押してください。いけちゃん本当やめてね。うん。ありがとうございます。お行儀よくするんで。うん。あのプロレスしてくれたらね。あと4ナイスで900ナイス。え、そんな900もいくの？はい、あと2です。お願いします、うん、あ、900ありがとうございます。あと100。あーやんがお願いするといくね。お願いします。皆さん、あーやん明日の11時までに2000ナイスいける？ちょっとそれやばいでしょ。皆さん明日本気でおもてなしします。すげえ。あ、そうなの？皆さんよかったらぜひ。あ、ありがとう。ナイスありがとうございます。本当に私も一回です。おもてなししてくれるの？あやんで仕事してるの？してません。おや？そうなの？はい。してないというかできません。あ、できないんだ。お医者さんからストップです。へえ。はい。皆さんありがとうございます。よかった、あの、アイテム大丈夫だそうなので、ナイスをお願いします。松平健さん、何やってんの、うちのリスナーに。これ本物、松平健。皆さん、ありがとうございます。ふみちゃん押す、ありちゃん押すとか、何してるの？人のリスナーに。よろしくお願いします。あのさ、人のさリスナーにちょっかい出すのやめてくれない？源ちゃんね、しかもありちゃんって源ちゃんの枠でさ嫌な思いしたんだよね。